はい、おはようございます、ラスカルでございます。先日ですね、ちょっと僕の動画の方でフリーターになりますと、報告させていただいた動画があったと思うんですけれども、そのね動画の内容でお話ししましたメイヤシンクさんで、本日というかまあ一昨日からか計3日間、働いてきまして、ただいま3日目終了してまかないをいただく予定でございます。今回ね、働かしてもらった記念というか、初日からね販売していました限定の味噌ラーメンとデフォルトのラーメンと混ぜそば、計3杯ほどね、まかないでいただいていこうと思います。やっぱこんなにまかない食う人間だったらちょっと雇わないけどね、あれだったらね。まあ3日間、働いてきたご褒美ということで、本日はね麺屋シンクさんのメニュー3杯ほどいただいていこうと思います。はい、お待たせしました。いただきます。よいしょ。ちょっとね、この日のために頑張ってまいりました。よいしょ。まず1杯目、こちら通常のラーメンでございますね。プラスアルファでこちらの生卵もダブルでいただきました。ちょっとね、早速出来たてのうちにいただきたいと思います。いただきます。まずこちらのスープで、あーうまい、やっぱうまい。あーうまい、働いた後のラーメンうめえ。めちゃくちゃうまいっす。ありがとう。やっぱりね、シンクさんのスープはもう本当に肉感も骨感もしっかりあってね、この動物系のうまみめちゃめちゃ入ってるし、なおかつそのうまみが濃いのに醤油の香りもしっかりするので、マジでうまいっす。そしてたらちょっと豚肉がすごい、豚肉はねとんでもないです。いただきます。うまっ。今回一切豚増ししてないんで、マジでね営業中もその豚入れすぎじゃないですかっていう、僕が心配になるぐらい全部のラーメンにねめちゃめちゃ豚入ってます。うまっ。じゃあちょっと麺いっちゃいましょうか。いやこれだよな。いいじゃん。いただきます。ちょっとこれニンニクも混ぜさせていただいて、うめっ。このために働いてました、マジで。うまい、頑張った甲斐しかないですねこれ今日は。で3日間働いてたんですけど、今日だけしかまかない食べてないんですよ。最初の1日2日目は食べてないので、ね、体に染み渡る。じゃあちょっとね、せっかくいただいたんで生卵にもつけていきたいと思います。もうこんな感じっすよ、やばいでしょこれ。いただきます。うめえ。うまい。やっぱねこの二郎系の、醤油のねラーメンはもう生卵は最高に合いますね。
ということで、まかない1杯目のラーメンですね、こんな感じでしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、2杯目のまかないでございます。ちょっと混ぜそばでございます。プラスアルファでこちらね、燻製の味玉もいただきましたので、早速ね、やっていこうと思います。いただきます。で、混ぜそばのね、トッピングなんですけれども、フライドオニオンに唐揚げ、ガリマヨに鰹節でございます。で、ね、油とかもちろんニンニクも乗っておりますね。でこれ混ぜそばなんで、もう全部ね、一気に混ぜちゃいましょう。よいしょ、うーわー、よいしょ、皆さんこれどうでしょうか。こちらの麺めっちゃうまそう。いやこれ正直今日営業してて、まあ、いろんなメニューこう食べたくなったんですけど、うん、やっぱ一番これやられますね、見てると。見栄えがね、見栄えがやっぱこう自分で言っちゃうけどちょっとこれ、いやいただきます。うん、うめこのね、醤油の感じと背脂の甘みと、でそこに加わってこのブラックペッパーね、これのね、キレがめちゃめちゃいいです。うん、ここに追加で卓上の唐辛子入れていきます。よっ、うわこれうまっす今日は働いた後なんで、あんまり喋んなくていいですか。やめた、染み渡りすぎてもう今日喋る元気がないですね。うめえなみたいなたまも中に入れまして、でこれね、表面に燻製の香りがしっかりついているので、このスープとかこの丼の中に入れると、そのね、香りとか味も移って、またね、一味変わった美味しい一杯になるんで、皆様もね、ぜひね、お試しください。味玉ラストですね。ということで、2杯目のね、混ぜそばも完食でございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。うわ、きた、念願の味噌ですということで、まかない3杯目ラストはですね、味噌でございます。僕食べたことないのに100杯以上作ったからね、この味噌いやもうね、待ち望んだ一瞬でございます。ちょっと早速いただきます。ちょっとこのスープからですね。うまい、うまいです味噌ありがとうございます。今日語彙力全然なくない？いやもう語彙力ないいやうまい、あーもうね、うまいうまい
でも生姜とか、まあ、ニンニクのねガツンとした香りもあるんで、これはね一回食べたらハマると思います。よいしょ豚がすげえよいしょよいしょそしたら麺いただきます。うんまめっちゃ麺合うじゃんこれうんま味噌の香りと小麦の香りの相性が良すぎる。うんうん、スープだけ飲むと案外ねちょっと濃いかなって思うんですけど、麺と一緒に食べるとちょうどいいんですよ。やっぱねこんだけスープに攻撃力ないと麺に負けちゃうみたいで、両方一緒に食べた時のバランス感とかがね半端じゃない。うんま、食べ始めは結構味噌の香りとかニンニクの香りの方が強かったんですけど、食べ進めるごとに生姜のね香りが立ってきますね。そしたらね、味噌のトッピングにはこの唐揚げとしびれという、まあ、結構ね高めの山椒が入ってるらしいんですけど、これもね一気にスープに混ぜて辛みとしびれをプラスしていきましょう。しびれめっちゃうまいですね。しびれ合いますよね。これやっぱ、まあ、新鮮なものっていうか、もちろん値段もある程度張る山椒使ってるじゃないですか。新鮮なものにしかないその柑橘系みたいな爽やかさもあって、なんかこれがその味噌のこってり感とめちゃめちゃ合いますね。あ、やべ、うますぎてあのダブルで生卵をいただいたのに忘れてうん、そしたらね、こちらは最後の一口でございます。あ、うん、あ、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということでね、ただいま3杯ほどまかないいただいてきましたが、まあ、もちろんね醤油も混ぜそばも食べたことはあるのでめちゃめちゃ美味しいのは知っているんですけれども、味噌ラーメンもねとんでもなく美味しかったです。まあ、ただねちょっとね動画の公開もすぐってわけにもいかなかったりとかして、まあ、ちょっとね限定販売の期日がいつまでっていうのは未定なんですけれども、公開後にもね、まあ、もちろん販売はしてると思いますので、こちらのね味噌気になった方はぜひ食べに来てみてください。ただちょっと時間が経ってしまうと、その販売終了ってこともあり得るので、もしねこのシングさんに味噌ラーメン食べに来る前に、一度ねツイッターの方で情報を確認していただけると、確実かなと思います。で改めましてですね、ここの3日間営業中にですねいらっしゃっていただいたお客様ありがとうございました。また今後もね同じような活動をしていければと思いますので、お時間がある方はぜひ食べに来てみてください。もちろんこのね麺屋シンクさんもうまいラーメン絶対に食べに来てみてください。いやすいません、ありがとうございました。改めてありがとうございます。最高の3日間でしたもういい経験ができました。ありがとうございますということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします。じゃあねー。